置に配置されていますが、中央シュート、ゴール、ここは西川が決めました。2対2の同点。頭で合わせていきました。まあ岩選手もそうですけど、この西川選手は本当にセットプレーで得点取る力あるんですよね。ここも気をつけなきゃいけなかったポイントではありますよね。